マサコという首相からですね、来ました。鳥さん。
ら日本に来て仕事しませんか。で、日本に来てみたら早稲田に僕が連絡したら早稲田で演奏することができた。それは応援でもあるし、すごくなんか助けられたというか、困ったことがあったらお互い助け合って生きていきましょう。そういう、じゃあ次の2曲目はパリっていう。パリ、パリってな、動物の名前なんですけど、何か分かりますか？アフリカにマリ、ママのいそうな動物なんですけど、誰か。パリ、散歩しないですけどね、仲良くしていい関係だなと思ったら
急に噛みつかれる。で人間も同じで仲良くしてるな、お互いいい関係だなと思ったら急に悪口言ったりすることがある。まあそういうことは良くないっていう意味も含めてかもしれないですけど、いろんな言葉、いろんな人がいる、いろんなことがあるってことですね、多分ね。そういうことはしないようにしようっていう歌というかは、ね、いいことしたのに急にガンってやられるとか、なんか人生いろんなことがあるのに多分そんな感じだと思います。はい、パリプル。これからは、ドリサ先生はこれジェンベという楽器なんですけど、木にヤギの皮が貼ってある、まあ、太鼓ですねの、名人です。なのでちょっと少し大きな音が出ますが、ちょこっとだけ、はい、歌と太鼓の演奏を聴いていただきたいと思います。マラカという、マラカというのはマリに、まあ、いくつも民族がの方々が住んでるんですけど、マラカ族の方々のリズムです。もう一度じゃあ大きな拍手で、鳥沢さん。